新プロジェクトが始動いたします。コカ・コーラですね、親の会社。ここで練習風景がね、めちゃくちゃいいのよ。アクエリアスなのよ。汗も滴るいい男っていう日本語にすごくいい言葉がありますけれども、まさにそれです。横顔も美しい、かっこよくなったね。目と鼻がすごく、後々どうなんでしょうかね。韓国のアイドルとかも結構 CM 起用とかブランドさんの起用とか。Hi guys, welcome back to my channel, コニーです。隣でビデオイターモーションデザイナー、シルクリエイターコニーです。ということで、Miracle でございます。明けましておめでとうございます。ということで、NEXG ファンの皆様、お帰りなさい。明けおめでございます。新年早々、ビッグニュースが届いてまいりました。なんと、NEXG さん、アクエリアスとの新プロジェクトが始動いたします。ということで、かなり大手さん、飲料水のメーカーさんですけども、コカ・コーラですね、親の会社からオファーが来て、今回 CM という形になってまいりました。まあ、プロジェクトなので、後々ね、テレビ CM とかもあるのかなっていうところで、ちょっと今回深掘っていきたいのと、動画が出ました。アクエリアス、シャープ0ということで、まあ、シャープ0なので、1話、2話、3話、4話という感じで、続いていくシリーズプロジェクトになってまいりますので、こちらも追っていきたいと思ってますし、動画を見て、後半に動画を見てコメントしていきます。ちょっとね、いろんなね、美女の変化があったのと、やばいよ、かっこいいってなったので、ちょっと見ていきたいと思います。で、記事が出ております。見ていきたいと思います。もうさ、今年すごい勢いになっていくと思います、NEXG。もちろん去年の終わりにミラクルが出て、それも結構 MV も反響が良くて、今年の春かなと思いますけれども、デビューなっていくんじゃないかな。デビュー曲どうなんだろうっていうところを皆さんの予想もぜひ聞かせていただきたいんですけど、まあ、今後ね、Here and Now、みんな大好き、Here and Now、シグナルソング、Here and Now、聞ける機会もあるのかなとかも思って、ただデビューソングはちょっとね、神曲で来ていただきたいなと思っておりますけれども、今回のアクエリアスとの新プロジェクトに関してなんですけれども、NEXG。で、今回も日本版の YouTube でのね、配信とか結構今起きてるんですけれども、もう我々はもう、Hulu 勢はね、かなりね、結構去年の終わりぐらいにもういろいろ終えたんですけど、NEXG シーズン2に関しては。んで、今回ですね、NEXG。最初の方見ていくと、SNS の X 日本トレンドで関連ワードが実に、8つもチャートインし、まあ、エイジ君とかもトレンド入りしてたりとかしましたけれども、国民的注目を集めたのも記憶に新しいということで、で、世界に大きな衝撃と感動を与えた昨年12月15日から3日後の12月の18日で、ね、に、まあ、デビューメンバーが決まったんですね、シーズン2で。もうなんか懐かしいね、去年のことですよって感じなんですけれども、まあ、紅白はちょっと間に合わなかったねっていうところで、今年こそは2024年こそは紅白を目指していきたいと思っています。メンズ代表 NEXG 広報部長として、ファンとして皆様と応援をしていきたいと思いますので、高評価とチャンネル登録もぜひして、NEXG 一緒に追っていきませんかっていうところで、まあ、プレイリーソングに、ミラクルが音源配信とパフォーマンスビデオで、まあ、日韓両方のバージョンで公開されて、もう結構すごかったね。1000万回日本語版回ってたりとかして、韓国版も結構反響良くて、韓国人のコメント結構見たんですけど、発音みんないいねっていうコメントちらほら見ましたけども、本当に発音良くて、で各音楽配信ストアのチャートを席巻したということで、本当にミラクルだよねってところで、まあここら辺成績書いてあるんですけれども、まあオリコンデジタルシングルブラブラブラと書いてあって、まあ配信サイトで1位ですね。これだけの iTunes、 楽天ミュージック、 LINE ミュージックとかで1位獲得で、 iTunes では同時配信のコリアンバージョンもね、 K-POP ジャンルで首位になったということで、日韓楽曲ともに1位取ってたみたいで、改めてすごい。で、そこに追い打ちをかける形で、プラスになる形でアクエリアスが今回決まったんですけども、まあ、ミラクルのパフォーマンスビデオですね、こちら写真出てますけども、YouTube 公開6日で1000万回超え、すごいよね。おそらく、YouTube って広告を貼ると回数はすごいいくんですね。まあ、TWICE さんとか Stray Kids 1億普通に回ったりすると思うんですけど、割とすごい桁いってる MV は、広告を貼ってるので、まあ、オーガニック再生回数とかも言ったりしますけど、まあ、そこら辺であると思うんですよ。今回に関しては、なんかゴリゴリ広告、まあ、してるとはしてたと思うんですけど、結構オーガニックの再生回数が多かったイメージなので、すごいと思います。純粋にすごい1000万回超えだと思ってます。で、その中、
これ本題です。ネクスジらしいミラクルなビッグニュースが届いたということで、まあ皆さんご存知、汗をかいたらアクエリアス。すごく爽やかじゃないですか、アクエリアスの CM って。で、しかも、毎回の CM すごいクリエイティブで、印象的です。自分クリエイターとしても、アクエリアスさんのすごくこだわってるなって思う。ちょっと他と違う楽曲のあのセレクトだったり、アーティストさんのセレクト、次にヒットするであろうアーティストさんを毎回ピックしてるイメージがあって、で、そう。なので、その中でっていう部分も嬉しいですよね。ってことで、まあ、日常の水分補給飲料水、アクエリアスとネクスジの新プロジェクトが始動ということで、アクエリアスは汗をかく、頑張った印と捉えたコミュニケーションを実施しておりということで、そして汗をかいた後に体に必要な水分とミネラルを素早く補給できる。まあ、ちょっと風邪ひいた時とかアクエリアスいいとかって言われてますよね。ポカリスエットとかね。ミネラルとはナトリウムのことです。ということで、日常の水分補給水と、補給量、あの、飲料水ということで、日々頑張る人たちをサポートしている。で、この子たちさ、ニジプロで最後言ってたけど、やっぱ努力家が多くて情熱的な人が多いってパークさん言ってたんですね。そういう部分で、もう、かまど炭治郎みたいな富安中とかいるじゃないですか、もう努力家。みんな努力家なんだよ。で、汗かきながらダンス、もう日々、黙々と練習する姿、多分、頭に、脳裏に刻まれてると思います、皆さん。ニジプロ2みたいな。それと、まあ、アクエリアスすごく、コンセプトが重なる部分もあるし、すごくぴったりだなと思ってまして、でスローガンとかもあって、まあ、スローガンは進む人のそばにということで、誰かに誇れる自分じゃなくて、自分に誇れる自分でいたいという、まあ、昨今の若者の思いに寄り添い応援するコミュニケーションをさらにブーストさせるシンボルとして、まあ、このニジプロ2ですね。で、まさにそのメッセージを体現し続けていたネクスジに、白羽の矢が立ったということで、まあ、誰かに誇れる、自分に誇れる自分、自分にまあ自信をつけていく。まあ、若者世代にも今回でも響かせたいっていうプロジェクトだと思うんですけれども、はい。で、こちらですね、1月15日に公開されたのが、ネクスジアクエリアスシャープゼロ、指導、進む人チャンネルということで、アクエリアスが異常に似合う。誰が一番似合うかと言われれば、ちょっとゆうきくんのフレッシュな爽やか感、清涼感、あっきんだだよね。夕日ゆうきあっきんだだったじゃないですか。もうミラクくんはね、ちょっと残念だったんだけど、もうミラクくん元気にしてるか、エイジも。あっきんだ、セブンティーンの清涼感のあるあの曲を歌った、ゆうきくんぴったりだと思いますよ。まあ、他の子もね、もちろんぴったり。もう全員美女なんで。美女面なんで、ネクスジ。美女面なんでもちろんぴったりなんですけど、動画これから見ています。で、さらに、この度、アクエリアスがなりたい自分へ進む人たちを後押しする。まあ、受験とか部活とかそこら辺やってる、あの学生さんにも響くかなと思いますし、YouTube チャンネル、進む人チャンネルを解説ということで、チャンネルまで解説されちゃった。かなりビッグなタイアップ、コラボになってきてると思います。親会社コカ・コーラです、アクエリアス。結構すごいでしょってところで。でですね、まあ、第一弾の主人公として、ネクスジが登場するということで、まあ、第一弾はネクスジなんですね。なので、第二弾、第三弾になっていくと、違う、あの、アーティスト変わるのかなってところなんですけど、まあ、一番最初の指導にネクスジが選ばれたってことは、もちろんなんかフレッシュスタートみたいな、もう一番最初の指導ですからね、そこでネクスジすごくぴったりなんじゃないかなと思います。まだプレデビューしたばっかりのグループですしってところですね。んで、まあ、こちらで日々トレーニングに励みながらアクエリアスで水分補給するネクスジのメンバーが打ち出されているということで見ていきますけども、ゆうひくんがね、すごくね、感動的なこと言ってますよ。誰かの励ましになれたら、もうゆうひくんさんも、笑顔が素敵なゆうひくんですけども、はい、オールラウンダーで。で、ゆうきくんはですね、これ、マンネライン2人ですけども、幸せだなって思いますと、早速進む人たちへのエール。と、おもしきメッセージもということで、最年少なんだけど、しっかりしてましたね。リーダーとか務めておりましたよ、ゆうひくん。で、あれだよ、ソーダイとタイガを引っ張ってたんだよ、ゆうひくんが。懐かしいね。弁が立つのは、富安優なんだけど、最年少ラインもすごく責任感あって、しっかりしてるんですね。で、まぁ、今後この進む人チャンネルで、ネクスジのここしか見れないリアルな姿や、内なる思いを紹介するコンテンツを順次公開していくということで、まぁ、しかもデビューに向けて、まだデビューしてないんですね、本デビューは。何かの撮影に、臨んでいる、姿も垣間見え、期待は膨らむばかり。まぁ、デビューに向けて、こういう、ビッグなブランドさんとか企業さんとの、コラボプロジェクトってすごくインパクトあるし、ファン増えるよねってところだと思うんですけど、楽しみ。で、まあ、新プロジェクトなので、
コカ・コーラさんもまあちょっと探り探りなところだと思うんですけれども、その中での起用は嬉しい。で、おそらく進む人チャンネル以外にもまだまだ様々な展開が待っていそうなので、引き続き要チェックだということで、ちょっとどうなんでしょう ?CM とかどうなんでしょうかね、まあ、デビューしたら CM とかの可能性とか、あるんじゃないかなと私読んでおりますけれども、そこら辺は追っていければいいかなと思います。で、それで動画をね、見ていきたいと思いますね。めっちゃびっちゃね、めちゃくちゃみんなかっこいいんですよ。ということで、アクエリアスの CM ではないんですが、CM ではないんです。これは CM ではないんですが、見ていきたいと思います。コラボプロジェクト始まりまして、第1弾、第0弾と言ったらいいかな、新プロジェクト、アクエリアス、ネクスジが登場です。第1弾なので、まあ、おそらく次回以降別のアーティストさんになっていくと思うんですけど、もしかしたらね、NiziU とか、ストレイキッズとかの可能性もあるんですけれども、まあ、このアクエリアスの清涼感っていうところで、結構新人さんが、オファー起用されることが多いのかなと思いますけど、見ていきたいと思います。ちょっと止めながら見ていきます。コメントしていきます。ともやくんだよね、これね。ちょっと、似合うね。ともやくん、アクエリアス、似合うね。すごく爽やかな感じがします。デニムだからかな、上ね。青のデニムで、アクエリアスっぽいよね。で、右後ろに映ってるさ、セータくんの美女やばくない?ちょっとやばくない?黄金美女じゃない?で、カチンコと。撮影してるね、なんか。ああ、いいじゃん。ともやくんこの表情さ、シーズン2で結構見せてたけど、こういう爽やかで笑顔が素敵な子なんです。唇、リップがすごくセクシーな子でございます。もうパフォーマーとしてもうやばい。JYP の練習生で歴代に残るぐらいすごいと思うんですけども、次元違ったって言われてたしね、パークさんに。で、こちらともやくん。いいですね。ここで、練習風景がね、めちゃくちゃいいのよ。アクエリアスなのよ。超アクエリアス。でも、ここら辺のカメラも、機材だけで結構、金かかってんなーってのがわかる。ほとんどなんか CM 撮るような感じのシネマカメラだと思うんですけど。いいですね、表情。で、ここで、ミラクルの、キリンパート。で、JYP の皆さん、他のグループをしてる方、ストレイキッズさんとかもここで踊ります。NMIX とか、イッチーとかもここでダンス練習しますけど。で、ミラクルを練習しているショットがここに、入っていて、まぁ、ちょっとさ、練習着もさ、おしゃれだよね。まぁ、この日のためにちょっとスタイリストさんとか入ってきたと思うんですけど。センター、ハルくん、いいですね。ポッピン男子。この、オンマユの前髪がすごく似合っております。で、ダンスショット入って、届けなりたい自分に向けて。でね、ちょっとね、汗なんだよね。アクエリアスって汗流してるシーンが多分欲しいと思うの。そう、こういう飲料水じゃん。運動後の飲料水だと、運動中の飲料水っていうイメージが強いので。で、ゆうきくんですね。A miracle のところですけど。ちょっと横顔がみんな美しい。で、次、富安ゆう。汗も滴るいい男っていう日本語にすごくいい言葉がありますけれども、まさにそれです。横顔も美しい。だからもう顔のバランスも綺麗すぎるし、JYP よく残した。もう地域予選で危うく落とされるとこだったんですよ。でもちゃんと才能をキャッチして、パークさん。さすがです。あなたの見る目は。さすがです。サランヘって感じなんですけど、もう横顔も綺麗だね。顔のラインとかめちゃくちゃ綺麗。鼻も高いし、うん。何もいじってなくてこれだよ。すごくない?ってところですね。で、前にゆうひくんいるんですけど。でね、一瞬なんだけどね、やっぱね、素顔がね、鼻がね、高いんだよ、今。かっこいいんだよ。アクエリアス異常に似合うね。めっちゃ似合う。練習して汗流してるアイドルってさ、やっぱりちょっと違うよね。俳優さんとかとは違うの。本当にアスリートってパークさんが言ってるんですよ。K-POP アイドルのことを。もう本当オリンピックのアスリートと変わらないっていう風に、A2K とかで言ってるんですけど、本当それぐらいなので、本当アスリートをピックアップしてるぐらいの感じなんです。この子たちの練習量、努力量は。っていうところで、いいですね、ソケンくん。このブレスレットもしかしたらまだ、あれなのかな?作ったやつ違うかな?ちょっとそこは確認しなきゃいけないな。で、ゆうひくん。で、これ、レコーディング中の写真とか入ってきて、ゆうひくんですね。これ、スタジオの、レコーディングスタジオかな?で、こちら、よりのせいたくん。やっぱ、かっこよくなったね。かっこよくなったね。目と鼻がすごく、美女、パワーアップしてます。毎日進みない。本当に昔からお世話になってて、めっちゃ嬉しくて叫びました。誰かの話になったら幸せだなって。ちょっとなんかさ、スローモーションとかも入ってきて、こう、やっぱりさ、JYP といったら赤壁の、
タジオなんですよ。で、まあ、腕立て伏せとかしてて、まだ若いから、そこら辺も、若さ、エネルギッシュさみたいな部分もいいですね。本当に昔。で、これぴょんぴょん跳ねたりとかして、で、はるくんのボイスオーバーが入ってて、ここら辺、やっぱりさ、チーム構成を見ててさ、どっちも引っ張れるじゃん、トムやハル。だからすごい相乗効果で、チームがまとまりがすごいいいと思うんだよ。ダンスリーダーが2人いる状態、ほぼリーダーが2人いる状態で、アクエリアス持ってるんだけど似合うね。うん。後々どうなんでしょうかね。韓国のアイドルとかも結構 CM 起用とかブランドさんの起用とか結構大きいんですよね。お金的に、マネー的に結構大きいので、広告とか。そういうのね、もうほんと TWICE とか、ストレイキッズさんとかすごいですけれども、そう、サムスンとかからついてるんだよね。確かストレイキッズで、ストレイキッズの動画を見ると、iPhone を使ってるんだけど、iPhone がぼかされてたりとかして面白いんですけど、広告とかね、そちら辺ブランド企業、韓国のね、メーカーさんとかブランドさんついてくれたら嬉しいですね。今後、ネクスジは。うん。ただ、お世話になってて、めっちゃ嬉しくて叫びました。誰かの励ましになれたら幸せだなと思う。爽やかだ。2024年、なんかね、ここなんかもうすごい感じの撮ってるんだよね。 CM なのかなこれね。どうなんでしょうかね。まあ続いていくんでしょうね、このプロジェクトに関してはね。めちゃくちゃ嬉しくて喜びました、富安優。なんかこのブルーシャツホワイトのインナー似合うね。爽やかだね。めちゃくちゃ爽やかだね。めっちゃ嬉しくて叫びました。誰かの励ましになれたら幸せだな。ゆうひくん、誰かの励まし。黄色めっちゃ似合わない？ゆうひくん。めっちゃ黄色じゃない？パーソナルカラー。もう明るい、タンポポ。タンポポ？太陽みたいな存在です、私にとって。本当に見るだけで笑顔になる。誰かの励ましになれたら、わかります。幸せだな。ゆうきくんも、可愛いんだよね。ちょっとミーヒーっぽいんだよね。うさぎちゃんっぽい感じ。いやー、まださ、若いからアクエリアス似合うねって思う。ソケンの顔がいい、今。ビジュがいい。ここでターンしてるのは、ともやだね。ともやはほんとソロのダンサーとしてでも活躍できるレベルの子なので、これはミラクルじゃないね。普通に創作ダンスを踊ってるのかな、これがね。これフレームつけて、MV とかこれぐらい、こういう感じです、撮るとき。うん、カメラマンさん、グイングイ、引き寄ってって感じで、寄って引いて。何を撮ってるのか気になる。2024年、始動しますと。楽しみですね。コンテンツ順次回、公開ということで、ちょっとセルフィーショットやってまいりました。一つ一つ見ていこう。一つ一つ見ていこう。ゆうきくん、似合うね。なんかこの、チェックシャツ、学生っぽくていい。で、次、はるくん。なんかみんなチェックなんだね。なんかね、はるくんはね、ところどころ出る、ちょっとなんか、ストリートボーイな、感じ。今のお前の髪型だからかな。雰囲気がちょっとストリートな感じがいいですね。アクエリアス似合います。みんな歯がすごい白いんだけど、ホワイトニングとかもしてるのかな。ゆうひくん。いやー、笑顔が素敵。黄色の、これ、ポンチョ？トレーナーに、アクエリアス。ゆうひしか勝たんってなる。はい、次。次、富安。ちょっと美女に関しては顔面国宝なんですけど、こっち系のさ、まあ、ミラクルではさ、Y2K ファッションしてたじゃないですか。でもこういうちょっとさ、爽やか系男子大学生みたいな格好しても、めちゃくちゃかっこいいわけよ。ちょっとね、ブランド企業となったら、顔面的に、グクちゃん、BTS グクにそっくりなんですけど、一番、聞きやすいからお話はね、うんと思いますよ。ストレイキッズだとフェリックスとかヒョンジンとか結構多いと思うんですけど、アンバサダーとかそこら辺のオファーが多そうな子はちょっと富安優かなと思っておりますけど、みんな来てほしいけどね。はい、ともやくん笑顔が素敵。意外にパープルなんだね。あんまり紫のイメージないんですけど、似合うね。今の髪型めちゃくちゃかっこいいです。で、笑顔が素敵です。アクセサリーとかもみんなすごくおしゃれだよね。つけてるものがね。はい。次、セータくん。やっぱね、セータね、目がでかくなった感じがする。鼻だと思うんだけど、鼻がちょっとね、変わったとしたら、目がそれ相乗効果で大きく見えるってとこはあるんですけど、ちょっと元々モデルさんだったしさ、ちょっと美人に関しては、垢抜けた感じありますね。今後にも期待です。トランクプロジェクトっていうトレーナーを着てるので、可愛いです。はい、次。ソッケン。いやー、ソッケンちょっとね、地域予選から追ってる方、
顔はちょっと変わった。メイクの影響も大きいと思うんですけど、めちゃくちゃかっこいいですね。なんならビジュタンいけちゃうんじゃないかぐらいな感じですね。韓国人も結構好きな顔だと思うんですよね。ちょっと狐っぽい感じだよね。はい、めちゃくちゃ似合います。アクエリアスみんな似合う。みんな似合う。左夕日、真ん中ともや、右がなんとなんとソケンということで。なんかさ、ファッションも若いんだけど、ちょっとおしゃれで。今時の Y2K でコンバースとか。似合うね、コンバースね。ハルくん履いてますけど。コンテンツ順次公開ということで、いや、めちゃくちゃブランドコンセプトに合ってるんじゃないかなと思います。ちっちゃい時からそばにいました。汗をかいたらアクエリアス。いいじゃん。ちっちゃい時からそばにいました。今のね、ソケンの髪色とね、このメイクめちゃくちゃかっこいいですね。ちっちゃい時からそばに、そうだよね、汗をかいたらアクエリアス。もうモデルさんこういうの得意です。はい、セーターこういうの大得意です。ポージングとかもさせてください。彼すごいです。元モデル、汗をかいたらアクエリアス。元気いっぱいリーズ。スローモーションがいいんですよ。なんか撮ってるね。なんか多分ね、ダンス系の動画撮ってるんですよ、これ。だから、そう、今回始動だけど、もっとすごいハイクオリティな動画が来ると思います。はい。ここら辺でね、もうすごいカメラマンさんとディレクターさんとかで撮ってるよね、ここら辺。鏡越しとかでね。なるほどって感じ。こう、もう結構いい感じのクオリティでなんか作ってます。PV か、ね、プロモーションビデオかなんかわか、CM かわかんないですけど。で、スタジオで練習してるこのゆうひくんとかもいるし、もしかしたらデビュー曲を CM に使ってくるとかあり得るんじゃないか。最後バババってきましたけど、まあ2024年スタートということで、まあプロジェクト始動ということで、まあ普通にテレビ CM 起用でもありなんじゃないですかということなんですけれども、進むチャンネルアクエリアスということで、みんなアクエリアスもう似合いすぎて、爽やかすぎて、青春アイドルすぎて、あっきんだすぎてって感じなんですけども、見ていきました。ぜひ皆様こちらの CM ではない動画ご覧ください。プロモーションビデオと言ったらいいかな、普通にコンテンツ、オンラインのコンテンツなんですけども、見てくださいってことで、もうミラクルからめっちゃ美女が良くなってて、はい。セータソケンがめっちゃ変わってかっこよくなったんだけど、トモヤくんは相変わらず、富安優トモヤくん、ハルくんはもう安定、なんなら髪型を、地域予選の髪型、オンワインに戻せてくれたハルくんが大優勝。で、まあ、夕日勇気のマンネラインはさ、もう可愛いよね。ちょっとマンネラインって結構、短パンとか履くことが多いんですけど、こういう爽やかで明るい子がいるってのは嬉しいね、こういう、オファーが来るのもわかります。アクエリアス。もうぴったりなんじゃないですか。清涼感あって明るくてエネルギッシュで。っていうところだと思います。皆さん誰たんですか？もうこれだけ見たらちょっと富安優、うわ、かっこいいってなるだろうね。初見の人。でも、セータくんも美術すごくなってます。で、なんなら、ダンスも歌も未経験でデビューしちゃった。あれです。ビリの逆襲。主人公、ソケンの美女が、もうどん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 見る日、もう毎日毎日のように見るたびに良くなっていくのが恐ろしいぐらいかっこいいです。ということで、今回これぐらいにしておこうかなと思います。ぜひ、高評価とチャンネル登録、まだの方いましたら登録してみてください。ということで、以上、アクエリアス CM と、記事とかちょっと読んで、ネクスジの活躍を追っていく回してみました。ご視聴ありがとうございました。ということで、ちょまるかんさんみだーということで、次回の動画でお会いしましょう。Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. 次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。アンニョン。アンニョンイゲスよー。